ジャンバティスト・ルイエは、現在のベルギー出身のイギリスバロック音楽の作曲家。ロンドンで、管楽器奏者及び、鍵盤楽器奏者としても活躍した。弟、ジャック・ルイエ並びに、同盟の重帝と同じく、スペイン領ネーデルラントのヘント出身。フルートやオーボエの演奏に長けていたことから、木管楽器のための室内楽を手掛け、とりわけフルートやリコーダーの作品で知られる。 1705年にヘントとパリで学んだ後、都営して、チェンバロの演奏家や教師として活躍、ジョン・ルイエの名で有名になる。ヘイマーケットの王立劇場で、木管楽器奏者を務め、毎週自宅で音楽の集いを催した。ジョン・ルイエの演奏は、ロンドンで歓迎され、アルカンジェロ・コレッリの12の滑走競争曲を、ロンドン市民に紹介したのも、ルイエである。作曲家としてのルイエの名声は、 同盟の重帝の作品によって覆い隠されてしまったと言われている。協理ヘントでは同盟の重帝が活躍していたことから混同を避けるためにジョン・ルイエ自らロンドンのルイエと名乗ったと言われており、ルイエの作品がロンドンのウォルシュ社によって出版された際にもこの名義が使われた。現在は専門家によってジャンバティスト・ルイエというような呼び方がなされているが、くされる。 主要な作品には以下のものがある。フランスブリュッヘン、ノーツフロムソナタイン、F メジャー、ハーゲールミュージックプレス。ありがとうございます。